皆さん、こんにちは。ダイバルです。本日お話ししますのはですね、JAL シグを辞めましたっていう話のその後の続きです。じゃあ、JAL シグを辞めた後にお前は一体何をしているのかという点について、えー、こちらの方でですね、私だったらこういうふうなことをしています。そして、まあ、お得にやれてますよっていうのをこちらでお話しして、まあ、ご参考にしていただければなというふうに思う次第でございます。えっ、ー、と、前にも私言いました通りえっ、ー、とブリティッシュエアウェイズエクゼクティブクラブにまあ乗り換えていますというふうなところで、 あの話をさせていただいているんですけれども、まあ、そのブリティッシュエア,アウェイズでワンワールドエメラルドを維持するために、年に1回イギリス経由で旅行をしている、それに加えて JAL の国内線でクラス J 以上のフライトに登場して、1500ティアポイントを年間で貯めるというふうなことをやっているわけですね。で、こ1つ大事なポイントがありまして、あのもしあのこれご覧になった方でもし、あの ブリティッシュエアウェイズの試技をやられるという風な方がいらっしゃいましたらば、ちょっとご面倒なんですけれども、JAL の国内線でやるときは、あの登場の際にですね、あのチェックインカウンターで、あのブリティッシュエアウェイズに積算の変更をお願いしますということをちょっといちいち言わないといけないというのはね、非常に面倒なポイントであるんですけれども、まあまあ、その程度は、あのどうせあの手荷物預け入れとかあると思うんで、その時にあに BA に積算してねって、こう、お声かけすればいいだけのことなんで、まあ、さっしたら問題ではないかなというふうに私は思っております。 でですね、えー、次が一番多分今回の話の中で重要なポイントのような気がしますけどもあの BA に積算したことによって JAL の国内線の登場であったりあのイギリスに行った時のやつがあのアビオスっていうマイルとしてあの積算されてきますねでこれに、えー、とイベリア航空も同じアビオスというシステムを使ってましてイベリア航空とブリティッシュエアウェイズの間ではアビオスのやり取りができる そして、イベリア航空では、えー、ある程度、まとまった数字、例えば1万とか2万とか5万とか、5万はあれかな、で、えー、とアビオスを現金支払いで購入することができて、で時々セールで、なんか20%、25%積み増しとかね、そういうのをやってるんですよね。で、そこで、あ,のある程度当たりがついた。 時とで、そののをやってにそれらを得点航空券券発の方に持っていくとでえそこにえとクレジットカードのポイントとかあのマリオットのホテルのポイントですね。これらをえ混ぜ込んで,で、ちょっとあの下駄を履かせるみたいな、そういう風なやり方をしております。で、いろんな航空会社のまあビジネスだったり、ファーストだったりみたいなのをこうマイルで発見して、今まで乗ってきたりしてるわけなんですけれども。 エミレーツに関しては、JAL マイルで発見するのがまあベストかなと思います。あの、ビジネスとかファーストに関しては。多分これが一番交換に必要なポイント数が少ないと思うので。で、えっ、ー、と、ブリティッシュエアウェイズで修行したことによって、ある程度現金が浮いております。えー、それでですね、浮いた現金を、えー、とホテル修行に回して、マリオットの方でポイント貯めたりとか、えっ、ー、と、プラチナメンバーになったりとか、そういうふうなことをしているわけですね。 でその時のホテルポイントで、えー、BA のアビウスに移行するっていう方法もあるんですけども、ちょっとあの他の航空会社さんで、えーと、シンガポール航空とかルフトハンザとかあの、そういったところがです、ね、あのユニークなファーストクラスの、えー、運営をしておりますので、まあ、それに向けて、えー、とそれぞれの、えー、マイルー座に、えー、貯蓄を作っていくというふうな。 形でやっていこうかなというふうに思っております。まあ、これは単純にまあまだ興味があるねっていう段階なんで実質あの具体的な行動を起こしているわけではまだありませんが、まあ、そんな感じでやらせていただいているところです。あのー、この話があの皆さんにとってどの程度ご参考になるかというのはちょっとすみませんあのー、さらっとあの私の身の上をお話ししただけなのであのどう程度役に立つかは微妙なところではあるんですけれども、まあ,あの一つご参考にしていただきましてですね。 えっと、もしあの、それで BA がいいなと思われた方はですねあの、ぜひ乗り換えてやっていくのもよろしいのではないかなというふうに思うところです。あちなみにですね、あの、今日今仕方なんですけれども、あの、普段編集用で使っているパソコンを修理に出したっていう話をこうずっとしてたんですけど、ついにあの修理からあの帰ってくるということがあの判明しましたので、えー、明日それを回収して、まあ、本格的な動画の作成に着手をしたいと思います。なんで、あの、この適当な感じで作ってるこの動画はですね、多分今後は、あの、 回数が減ると思います、まああの時々でもこういうのも挟むかもしれませんまあそれはちょっとあの人気不人気の問題とかあの視聴率視聴維持率の問題とかまあその辺も含めて考えるんですけどもちょっとあの応急処置的にあのなんだろう喋りたいことをまとめてお話しするっていう意味ではこのやり方も何だろうあの長所がないわけではないんで時々あの やむを得ずだったり、まあ、積極的にこのやり方を使う時があるかもしれませんが、まあ、相対的にこういうやり方は今後減っていくと思いますので、もっとあの皆さんがこうちょっと見やすい、ちゃんと情報が整理された動画にしようと思っておりますので、まあ、あのご視聴いただければありがたいなというところでございます。とりあえずこんな、今回のところはこの辺でありがとうございました。